on! Put my touch at the body. ロープでようやくブレイクです。何事かを期待いたします。東京都体育館満員のお客様、フルネルソンでコーナーに持ち込まれました。10分を経過いたしました。力道山の決定的な攻め手はまだありません。巧みにロープに逃れます。白いリングシューズがロープにかかりました。61分3本勝負、チャンピオンの力道山にとっては18回目の防衛戦であります。さあ持ち上げました。しかしエプロンに下ろしただけ。腕を巻いての投げ、全く余裕のある感じであります。ザ・デストロイヤー。まず腕を潰す作戦でしょうか。力道山の左腕にニードロップ、コーナーマットを背負いました。別れには何かが出れば力道山も反撃のチャンス。しかし綺麗に分かれております。冒頭の空手打ちを抜き放つきっかけがまだつかめません。力道山にとっては具合の悪い体勢に入ります。しかしロープです。キックが出ました。コーナーにうずくまった力道山。ロープを使って力道山の首を締め付けます。首投げ一線からドロップキックが不発に終わります。10分を経過してまだ激しい動きは見せておりません。チャンピオンの力道山です。あるいは満を持しての作戦か。おっとデストロイヤーもマットに沈みました。
タイミングよくデストロイヤーの体当たりを力道山が避けました。インテリでありしかもセンセーショナルであると自ら称しておりますザ・デストロイヤー。試合開始後10分少々を経過いたしまして、まだ力道山に空手打ちを打つ機会を与えておりません。誠に頭脳的な作戦であります。タイミングを外し、しかも自分から反則に行くようなことも避けております。試合時間は15分を経過いたしました。バックを取った力道山、逆に返しての投げであります。顔面を踏みつけました。目をこすって痛がっております。さらに場外へ身軽に飛び出します。力道山の空手打ちのタイミングを徹底的に外しております。目には目をということで早くも目つぶしを返しましたザ・デストロイヤー。鼻のあたりをかきむしるようにしてデストロイヤーの顔面攻撃が続いております。首投げです。首投げからドロップキック、ドロップキック、2回目のドロップキック、さらに2ドロップです。上空最上段、しかしこれはタイミングよく力道山が避けました。ダブル2ドロップを2枚ましたデストロイヤーですが、これは不発です。さらにボディスラムでの攻撃、体勢ですが、もちろんカウントは2までです。ワン、ツー、スリー、カウント3、カウント3、デストロイヤーの足がロープにかかっておりましたが、カウント3、チャンピオンの力道山1本を取られました。お客様から抗議が浴びせられております。しかしレフリーはカウントを取りました。カウント3、チャンピオンの力道山1本を取られました。挑戦者のザ・デストロイヤー、まず1勝を挙げます。
をかけぬ頭脳的な作戦に遭いまして、チャンピオンの力道山、空手チョップを見舞う機会がありませんでした。1本目はデストロイヤーが取りました。2本目が開始されましたが、デストロイヤーなかなか場内に上がりませんでした。1本は取ったぞというデストロイヤーのジェスチャーです。もちろん力道山の弱点も知っております。足を取りに行くところ、これに対して力道山も足に来ることを知っておりました。右足を飛ばしました。今日実実の駆け引きがございます。リング上、 NWA のインターナショナル選手権、世界選手権をかけての一戦であります。長いキックを飛ばしました。1本目は挑戦者のデストロイヤーが取りました。このまま時間いっぱいまで両者取ることができないと、おっと四の字固めに来るところですが、辛くも力道山なんとか四の字固めにはかからないで済みますか。ロープに詰まっております。ロープに詰まっております。ご覧のようにこの激しい動きがなければ四の字固めという技はかけられません。コプラツイストに行きました。コプラツイストです。チャンピオンの力道山コプラツイストに合っております。しかしロープに近く、デストロイヤーがロープを掴んでおります。誠に力道山の空手打ちが出ました。逆転勝ちです。四の字固めをカラップもロープでブレーク、その後またも思いもかけぬコプラツイストに遭い、これを振りほどいての力道山の空手打ちで1対1の同点に持ち込みました。デストロイヤーの体固め、2本目力道山辛くもピンチから脱しまして、後頭の空手チョップ一戦体固めで返しました。1対1の同点であります。